もらったなと、それからやはり出てる選手たちがまだ若いわけですよ。そうすると、この人たち、未来ね、未来を託せるんじゃないかなみたいな、そのそういうこれからの世界のイメージが見て取れたっていうか、そこら辺こういうこといかがですか。多分ね、パラリンピック、今回パラリンピックを見る人って最初見ることをすごくためらう人もいたと思うんですよね。でそれはね、当たり前なんですよ。まあ、僕なんかは福祉の世界にある程度何十年かいたので、障害を持った人と出会うことはそんな違和感ないんですね。目が見えない人がいたり、そうかみたいなやるんですけど、やっぱりね、最初ってやっぱりね、福祉のシステムが進めば進むほどね、そういう障害を持った人が、例えば 目の見えない人は目の見えない人だけの施設になったり、耳の聞こえない人は耳の聞こえないローアの施設になったり、手足のない人は肢体不自由児の施設になったりして、全部障害の種類によって全部住まいを変えられたり、でどんどんそういうところの研究が進んでいってやるから、いわゆる障害を持ってない人しか世の中の中にうろうろしてないんですね。だから初めて出ようたらびっくりするんだね。だからね、子供なんか手のない人が出てきたら初め泣き出す子がいるんです。でもね、それでいいんです。でもそういう出会い方をしていくけども、今回の僕はパラリンピックっていうのが結果としてね、パラリンピックがオリンピックだなと思う。これがオリンピックで、パラリンピックではいろんなハンデによっていろんな種類を分けて戦ってますからね。だからその中の一つの種類がオリンピックでいいと、いわゆるオリンピックの種類、要は障害を全く持たない人の部類という格好でやればいい。だから基本はやっぱり全部パラリンピックの中に全部あるなっていう。でそうするとね、何が分かるかっていうと、世界中の人がものすごい、僕はあれパラリンピックってのは見るのが嫌な人というか恐れる人って結構いたはずなの。でもあれだけ、まあ、日本なんかで話題になっていくと、どんどんこうちょっとずつみんな覗きに来て、そのうちにもうのめり込んで、うわーってことになる。それは当たり前です。だんだん形なんかに慣れてくるから、まあ、そういうことができる。でね、その中で僕はね、だったかな、水泳の選手で金メダル取ったことね、こう聞いたら、ね、この日のために自分っていうのがいたんだなってことを思いますってこと。でその時の後の言葉の中にね、自分の障害を受け入れることができなかった時代があったと、そのいうこと。でね、僕その言葉がすごく重たい言葉でね、実はね、それって自分の障害を受け入れられないというのはね、自分の中にある自分への差別意識なんですよ。ですか、こんなはずじゃないとかっていうのは、それは自分を差別してるからなんです。でその障害を障害としてちゃんと受け入れられるようになった時に、自分の差別意識が消化されていく時なんです。でそれをね、すごく、だから人間っていうのは全員ね、差別意識を持って生まれてる。で差別意識というものが決して悪いことではなくて、でもちろん差別というものがあることがいいとは言いません。だけど差別をちゃんと認識することによって、差別をちゃんと認めていくことによって、あらゆる文化が生まれていくんです。例えば例で言うとね、歌舞伎が生まれたのはこの鴨川、こっちか、鴨川の河原のところでね、河原古事記で、出雲から来たお国っていうのは気が狂ったみたいな女で、そいつが踊った踊りから歌舞伎っていうのが生まれるんですね。でこれ歴史にちゃんと書いてある。でもともと歌舞伎役者ってのはみんな河原小敷で鴨の河原で待って
上から見てる人にお金を投げてもらう、こうやって生計を立ててやる。でそこから歌舞伎っていうのが生まれてくる。でもその前に何があるかというと、いわゆるそのお能ですよね。お能っていうのはみんな網の人、能網。さっき言った徳川家康の先祖と一緒ですね。みんな被差別部落から生まれてきた能の世界。でそれがいわゆる要は差別をされている中から生まれてきたものが当時の権力と融合することによって文化になっていってるんです。でそれがね、実は日本の文化のすごいところなんです。だから差別がないということがいいのではなくて、差別されてるときは大変かもわからんけど、そこをエネルギーにして、それはね、僕はある意味教育だと思ってるんですよ。でそこに人間関係、いろんな人間だって被差別部落に生まれて、要はもう汚らわしいと言われるほど嫌われてる人がね、なぜか権力者と結託するんですからね。そうでしょ、足利の権力と結託して本が生まれてくる。そうで河原小敷といって物をもろてる人の中から権力とやって、いわゆる歌舞伎という、でみんなに憧れるような役者になっていったりする。でも基本的にはそのすごい差別部落の中に生まれてきたもの、そういうものの中にそれが最後には文化として昇華していく。これねすごいこと でこれはもうどんな時代でも僕は文化が生まれていくのは必ずそういう人間の悲しみや苦しみね、そういうもの、いわゆるその何とも耐え難いところを耐えたり忍んだり、いろんなことを工夫し、そして世の中の人間関係といろいろつながりながら生まれていく、ものすごい文化に昇華していくってことは、これ差別意識みたいなものが人間全員持ってるからですよ。誰かだけが持ってるわけでもなくて、ただそういうことを発言して問題になって社会的な地位を失ってくる人とかいるけれど、それはまあお気の毒なんですが、でもそんなことをさせていいことではない。権力がね、お前は差別発言があったからクビだなんて、そんなことを言う資格のある人間は誰もいません。だってその人は間違いなく差別意識を持ってるはずなんですよ。ただ隠してるだけなんです。だから差別用語を使わない人っていうのはめちゃくちゃ差別意識の強い人なんです。